この番組は惑星 CB からやってきたコントラバスヒーロー地代所優が三浦半島を中心に食べたり遊んだりお仕事をしたり地球での生活を紹介する番組です。やあみんな、コントラバスヒーローだ。今日はここ神奈川県逗子市の小坪、海に来てみたのでちょっと探検したいと思う。行ってみよう。もしかしたら海のねお仕事があるかもしれない。ちょっと海の方行ってみよう。今回コントラバスヒーローが訪れたのは小坪漁港。ここはワカメやメカブなどの海藻が名産ということなのですが、なんとこの取材の日が天然ワカメ漁の解禁日とのこと。何かお手伝いできたらいいですね。何か作業してる人たちがいるね。ちょっと何してるか聞いてみようか。ね、行ってみよう。危ない、頭が危ない。おはようございます。おはようございます。皆さん一体何をしてるんですか？メカブ、ワカメの。メカブ、メカブってワカメと違うのかな。ちょっと見てみよう。メカブとはワカメの根元部分のことを言うのだ。新鮮なメカブが手に入ったらしゃぶしゃぶや味噌汁にして食べるのがおすすめだぞ。プルプルしてて触りたくなるな。すごい大量のスルスルっと、こうやって人の手で分けてるんだ。この作業一緒にやらせてもらってもいいですか？ありがとうございます。やってみます。さあお手伝い開始です。だって水回路こんなの。ヒーローどうすか？すごい。あの器具刃物になっているみたいなので気をつけてくださいね。これ結構スパッと生きと歯に分けて一体どこを食べるんですか？全部全部葉っぱも葉っぱで、葉っぱはあそこで今茹でてる。あれだって。これ剥いた葉っぱどうしますか？剥いたやつです。はい、置いてきます。これでメカブ今終わりました。すごい。次、干しますか？干します。はい。茹でたワカメを干します。あそこにじゃあ合流しましょう。はい。で、干し作業を手伝います。茹でたての鮮やかな緑、とっても美味しそうですね。これがワカメだ。これ長い。長いと。はい、これすごい滑るからね。じゃあヒーロー持てる。はい、はい、足元気をつけて。はい、こっちの方が早い、はい、そう。そうです。そう。知ってるんだってよかったね。嬉しい。コントラバスに楽器は知ってますけどね。ああ、はいはいはい。そう、吹かない。今日は吹かない。今日は吹かない。今日はもう、ワカメ、邪魔でしかない。邪魔です。今日も手伝うために来たんで。もういいですよ。はい、持ってきます。持てる？持ってます。持てる？はい。ちょっと気をつけて、下気をつけて。こっちだね。ワカメのフィールドに体が馴染んできた。いっぱい出て船が。あれ、
みんな行ったぞ。カチンって感じだな。わかめスープが食べたいな。おいしいわかめとふわふわ卵。わかめスープが食べたいな。あったかいスープであったまろ。三浦半島に住んでます。これ何月からわかめはこういう作業があるんですか？だいたい2月の上旬ですね。2月の上旬、うん、この逗子湾の大きに、はい、あの枠をやるんですね、はいはい、でロープをだいたい24本ぐらいなんですよ、うん、でそれで1個ずつつけてやって種を大体3幅ぐらいにつけて、で海で出て3日目行く。大体水温も14度から15度ぐらい下がるんですけど、はいはいはい、で4月上旬ぐらいまでやるのはね。なるほど、うん、本当はね1月の末ぐらいがとか2月上旬のワカメ食べるとすごく柔らかい。寒い方が柔らかいってこと？そうですね。なるほど。すごい。でもほら温暖化で温度が下がらないでしょ、はいはい、うん、だから、ね、だん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 遅くなってきて、本当は天然になって2月の上旬だったんだけど、おずれ込んでますね。後ろに、すごいね、めっちゃ変わる、うん、温暖化、深刻な問題だ。温暖化の影響はめちゃくちゃ。その後もたくさんのお手伝いをしました。ワカメやメカブがどのように加工されて私たちの元に届くかを知ると、いつも食べるワカメがもっと美味しく感じられそうですね。見かけがいいでしょ。はい、見かけいいです。綺麗です。ありがとうございます。なるほど。コントラバスヒーローの三浦半島に住んでます。じゃあ、ザモさん、今日はあのワカメのこの貴重な瞬間に立ち会わせていただきありがとうございました。ご苦労様。またあの個人的にね手伝いに来ます。今後ともよろしくお願いします。もういつでも。ありがとうございました。もういつでも。いつでもどうぞ。いつでも。これこれこれ。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。はい、こんにちは。お手伝い中にたくさんの人に声をかけていただきました。コントラバスヒーローのことぜひ覚えてくださいね。やっております。はい、今日はワカメの取材に来ました。はい、そうですそうです。今日天然が今日解禁ということで。そうなんですよ。今日コントラバスヒーローって言います。はい、音楽のヒーローです。今日はメカブを手伝ってます。そうです、はい、今日は手伝ってます、はい、次回コントラバスヒーローの三浦半島に住んでますはお散歩編。数々の戦いとお仕事の疲れを癒すべくある先生の元を訪れたコントラバスヒーロー。先生に体をほぐしてもらうと力がみなぎってゆく。